皆さんこんにちは、MT です。今回はね、Amazon で買ったテント泊に便利な電子ギア、これをねご紹介していこうと思います。まずね、一回ご紹介してたギガポンプ4点で、これねブラックを買ったり、ちょっと他のものも買ってみたのでご紹介します。そしてね、あとこのナイトコアのヘッドライト、これがねとても良かったので、ちょっと他にもね2つ買ってみました。そして同じくナイトコアのティキ、おなじみデューキープのライト、これもねちょっとアップデートしたところがあるので、新しく買ってね皆さんにご紹介しようと思います。あとはね、こんな小さくて軽量なモバイルバッテリー、こんなもんも買ってみたのでご紹介します。それではスタートです。はい、まずねこのエアポンプの方をご紹介します。このエアロ55のギガポンプ4点で、これね前回動画で皆さんにご紹介したんですけど、非常にねパワフルなんですよね。1分間に空気を送れる量が220リットルなんですね。ここに書いてますけど、これね F 社のエアポンプと比べてみたんですけど、約ね半分の時間でもこっち入っちゃいます。サーマレストのネオエア X サーマのワイドタイプのレギュラーがこれだとね1分かからないでね40何秒でパンパンにすることができました。非常にねパワフルなんですよね。で、あとね気がついて、このブラックが売ってたんで、私ねブラックの方も買い直しました。明るい色がねポイントになって、好きな方はオレンジもいいと思います。チップに行きたいなっていう方はね、このブラックもおすすめです。でね、もう一つエアロ55から出てるギガポンプタイニーっていうのがあるんですよね。でこれもね合わせてちょっと購入してみました。これはね特にパワフルっていうわけじゃありません。1分間ね、これは180リットルってことで、こっちが220なんでね、ちょっとパワーは劣ります。ただ全体的な見え方が、まあ、四角い感じで、ちょっとねおとなしいデザインになってるという感じで、空気を入れる時の吹き出し口がサイドについてるというパターンの、同じくねライトは長押しでライトがつきます。この3段階、エアの方は1回押すと空気が出るっていうパターンですね。これね、空気を実際入れてる動画なんですけど、こちらのギガポンプ 4.0 だと46秒で入っちゃいます。そしてこっち F 社の方だと同じ状態にするので1分30秒かかるんですよね。 F 社の半分の時間でエアマットを膨らませることができるエアロ55ギガポンプ 4.0、 マジでこれおすすめです。はい、続きましてね、ご紹介するのがこちらナイトコアのヘッドライトになります。でナイトコアのヘッドライトはね非常に軽くてね明るいです。で最近使ってたのがこの電池タイプの HA11 っていうタイプですね。これはね乾電池で、今回新しく買ったのがこのタイプ、これが NU21 というタイプですね。これちょっとねカラーリングがホワイトで面白いなと思って購入してみました。これが今使ってる NU25UL パターン。そして今回新しく購入したのがこの NU25UL がつかないパターンですね。 NU25 でこれ何が違うかというと、ヘッドバンドのここが幅の広いゴムのねものがついているという形になってます。この NU21 っていうのが明るさ的には360ルーメンで、こっちのタイプが、ね、400ルーメンなんで、ちょっとね40ルーメンほど控えめに設定されてるってパターンです。でね、ライトがこう少しね、少しレモン色っぽい感じの光になってます、こっちの NU21 は。で操作的にはもう簡単で、長押しでつきます。でもう1回で光量調整、3段階ですね。でマックスで360ルーメンです。こっちのボタン、ホワイトとレッドの切り替えになります。これ色はね白で、なかなかあんまり白のヘッドライトってなかったんで、いいなと思って、ね、これ買ってみました。で次買ったのがこっちで、これはねなんで買ったかっていうと、実はねこのパターン、ハイパーライトマウンテンギアのアメリカのねネットの方に販売されてるんですよ。で通常ああいうハイパーライトマウンテンギアのような自分たちで物を作って売ってるようなところで仕入れ商品ってあんまり入れないはずなんですけど、売ってるのはあれかな、サーマレストのマットと、それからあと MSR のバーナー売ってたかな、あれですね、ジェットボイル売ってたかな。でねヘッドライトはこのねナイトコアの NU25 を入れてるんですよね。でああいったハイパーライトマウンテンギアみたいなところが
こういったシレ製品入れるっていうことは、よっぽどこの製品が、あのハイパーライトマウンテンギアの思想と合っているか、まあ、もしくはね、非常に規律が高いとか、そういったね、ビジネス上で入れてるのか分かんないですけど、まあ、あのクラスの会社だとそこまでね、ビジネス優先ではいかないと思うので、やっぱりね、このナイトコアの NU25 っていうのはね、彼らの思想とマッチしてるんじゃないかなと思うことで、これも買ってみました。で、これの面白いのは、ここがね、こういったバネのね、いわゆるこう、スプリングっぽいもので、このバンドに固定するスタイルなんですよね。だから外すことはできます、これで。で、このようにしてバンドにはめ込んで使うっていう、割とねちょっとこうプリミティブな雰囲気のねセットアップになってます。で、確かにこのバンドが太い分、頭にね固定する度合いが強くなります。で、ここに少しこうねシリコンなのかな、ずれないようなものがピタッとついてるんで、走ったりする人はこっちの方がずれなくていいかなと思います。それ以外はこのね UL とほぼ一緒なんですけど、 UL の場合はここにねウレタン系のものが貼り付けてあるだけなんで、激しい動きをした場合はひょっとしたらこっちだとねずれちゃうかもしれないけど、こっちだとねこの部分全部でこう使えるんで落ちないかなと思います。切り替えができます。拡散とそれからスポットで、レッドで拡散、スポット両方っていうパターンですね。こんな感じでねパターンを選べるんで面白いですよね、これね。で、あとこっちで光量が調整できます。で、ね、こっちの、まあ、これもねほぼ同じものなんですけど、この間行った時に中央アルプス行った時これ使ってたんですけど、だからバッテリー的にもそこまでね消費は激しくないので、まあハイパーライトマウンテンギアで扱ってるぐらいのアイテムなんで使えるんじゃないかなと思います。ナイトコアのヘッドライト、いいところはこうやってね動画で撮影するときってよくこうナミナミナミってなっちゃうじゃないですか。あれがね出ないんですよ。今ねちょっとやってみますね。これ普通のヘッドライトなんですけど、わかります？ナミナミナミってこう手のところ出てますよね。これ出ちゃってますね、これね。 NU21 これでねフリッカーが出るかどうか見ます。出ませんよね、フリッカーね、これ全然。これね、フリッカー出ないんですよ。全く出ませんでしょ。じゃ次、これやってみます。出ませんね、フリッカー。じゃあ、別のヘッドライトやってみます。もう明らかに出ますでしょ、フリッカーの波々が。このね波々が出ないっていうのがこのナイトコアのヘッドライトのいいところなんで、動画撮影する方はねこれを使えば意外と不快なねフリッカー現象が出ないので、シャッタースピード100にしなくてもね、もうちょっと他のシャッタースピードでもこう動画撮ることができるんで、これねおすすめです。 HA11 これ電池入ってます。これで約 59g。 続きまして NU21、 これね軽いです。 44g、 25の UL のパターン、 46g、 NU25、 これで57です。走ったりする方、激しい動きになるときはしっかりとしたバンドの方がいいかと思います。軽さを追求ならこれ、サブでこれ、電池でこれって感じですね。はい、そしてねもう一つナイトコアでね買ったのがこのねナイトコアのティキなんですよね。これね昔ね皆さんにご紹介したこともあったんですけど、その後ねロビーボーンが出てきちゃったんで紹介してたんですけど、これね最近ちょっとテストしてみてね衝撃的なことが分かりました。このナイトコアのティキの方が一番マックスの光量にしてる時のティキの方が持ちが良かったんですよね。検証は両方ともマックスの状態にしてハイの状態でつけました。で、ティキの方はこれマックスの状態だと300ルーメンなんですよね。で、ロビーボンの方は650ルーメンということで、そもそもねマックス状態のルーメン数が違うんですが、これ見てもらうと分かるんですけど、ロビーボンはなんと650ルーメンもしくは360ルーメンでも1分間ですぐ100ルーメンに減光しちゃうんですよね。でもちろんねティキの方もこれも1分ぐらいでね減光していくっていうことなんで、
ほぼほぼね、同じぐらいの光量に、まあ、1分でなっちゃうんじゃないかなと。そうなってくるとランタイムが長い方が有利だよねっていうことで、ね、今回テストしてみたらこんな状況になりました。ロビーボンはね、2時間持たなかったんですよね。でもね、こっちは消えないで持ってたんで、やっぱりね、あの消えちゃったらちょっと困るよねっていうことで、これからね、私はこっちのナイトコアの方に切り替えようかなと思ってます。でね、このナイトコアも今までのタイプはマイクロ USB だったんだけど、今回から新しく変わったようで、もうね、普通に USB-C に変わりました。でこれであればもうね、すべてあの同じようにね、充電できるので、もうこれに揃えていこうかと思ってます。こっちがロビーボーンで、こっちがナイトコアなんですけど、大きさがね、ちっちゃいでしょ。性能的にはほぼ変わんないですね、これね。3回クリックでサイドがこうやって光ります。これもで、こんな感じでストロボっぽく光ります。あとこれ UV かな、 UV ライトみたいなのもついてます。こんな感じでね、木の枝なんかにぶら下げて真上からね、スポットライトみたく照らす、そんな使い方を一番します。ストロボの方に関して言うと、これナイトハイクしてる時にね、後ろに車とかが来た時に存在を分かりやすくするために、こうやってね、ストロボっぽく使ってます。でこれとこれね、ちょっと仕様が違うんだけど、こっちはね、何かと言いますと、これブルーのライト、こんな感じでね、ブルーに光ります。 GITO モデルの方はこんな感じで、ね、ブルーに、ね、光ります。ロビーボーンとナイトコアの機器のね、持ちの違いをちょっと動画でね、紹介しますので、こちらの方ご覧ください。これからね、ちょっと実験をしてみようと思います。ナイトコアとそれからこのロビーボーン、これを同時にライトをつけた状態で放置して、どうなるかをちょっと測ってみようと思います。左側はね、ミドルライトにして設定、そして今やってる方は一番照度の高い状態で設置しておいておきます。今ね、9時45分スタートしてます。このまま放置してね、ちょっとずっと撮ることはできなかったんで、時々見に行きながらチェックしてみます。そしてね、23時40分、約ね、11時40分でチェックした段階で、もうね、ロビーボンの方が実は切れてました。こっちは切れてる。で、ナイトコアのティキの方は、照度は落ちてますけど、ライトはずっとついてる状態でした。この感じでね、切り替えして、ミドルかな、ミドル、あ、ハイまでちゃんとつきますね、この状態で。ただね、ロビーボンの方はハイの状態にずっとしておくと、もうね、完全に電池切れになっちゃって、今こういう感じで再度電源を押してるんですけど、もうライトはつかない状態になっちゃってます。ミドルの状態でつけっぱなし、2社とも今4時間過ぎてますけど、これはローというよりはミドルぐらいの光量でずっとつき続けてますんで、説明書の書かれてた光量よりはランタイム長くなってる状況ですね。はい、ということでね、やっぱりね、私ナイトコア好きなんで、このナイトコアの方を使っていこうかなと思ってます。いや、ナイトコア本当ね、いいんですよね。これね、明るいでしょ、すごい。こんな感じのね、ナイトコアのティキです。はい、そしてね、これも私の動画ご覧になられてる方ならよく知ってると思うんですけど、このドゥーキープ、小型のね、LED ランタンなんですけど、これがね、今まではここがね、マイクロ USB だったんですよ。ちょっとね、口角が上がった感じでしょ、かわいい、ちょっとニコッとした感じのマイクロ USB だったんですけど、今度ね、新型になりました。で、新型はもう普通の USB-C に変わったんで、こんな感じになってます。ということで、もう USB-C で全部統一できるんで、これね、いいと思いますよ。でね、ホワイトっていうか、あの真っ白の方ね、これがこのね、クリアなタイプと、それからもう一つこっちのね、濁ってる方、実はね、これ蓄光タイプだったんですね。ですので、電球色とそれからホワイトカラー色とこの蓄光色という形でね、3種類ノーマルカラーあることになります。で、蓄光色の方はね、若干光量が低めなので、明るさでね、考えるんであれば、クリアなタイプの電球色およびホワイトカラーを選ぶのがいいかと思います。
でね、ホワイトカラーのこのねノーマルタイプというのは2個セットしかね今んとこ売ってなかったんで、ちょっとね2個買うことになっちゃうんですけど、そんな状況でございます。で新型の方は少し後ろの方にこのね CE のマークが入って少し変わった感じですね。こんな感じで、まあ大きな変更点はこのねジャックがUSB-C に変わったと、マイクロから変わったということで、ね、C で統一していけばもう iPhone も C だし、これも C だし、今のねナイトコアも Tiki も C なんで、全て C でコードケーブルが1本でね使えるってことで非常にいいかなと思ってます。今回買った時についてきたのは結構ねいろいろなんかフル装備でも全部ついてきてますね。今回はねどんぐりキャップみたいなのもついてきてます。まあ、これあのコードなんかにねこう引っ掛けてね使うのにはいいのかなと思いますね。いわゆる通常のタイプですね、これね、このタイプのキャップがついてます。であとこれマグネットになってるんで、ここがこういう感じでペタッつくことができるんで、そのねベース用のブレードもついてきます。小さいミニカナビラとこんな丸いカラビラもついてきます。ということで、なんかもうねてんこ盛りセット、これでね1000円しないぐらいだったかな、900円台だったと思ったんで、これで本当いいですよね。で意外と明るいんでね、これあの私テント泊の時は大体これ持ってってこれ使ってます。でもうほとんどねテント泊なんかの場合だと夜そんなにつけてる時間ないじゃないですか。もう翌朝早いので、まあ大体みんな9時ぐらいには就寝しちゃうので、まあねこれとヘッドライトがあればね十分かなっていうぐらいの、そんなイメージです。これでガイラインなんかに引っ掛けることもできるしね、こんな形でぶら下げることも可能です。ということでいろいろな使い方ができて、軽量でそこそこ明るい、そして超コンパクト、まあ、これ2個持ってってもねそんなにね嫌になりませんからね。ということでね、ドゥーキープ、新しくこのねジャックが USB の C に変わって少しねアップデートしたので皆さんにご紹介しました。最後にご紹介するのがねこれモバイルバッテリーです。これはね SLUB っていうところの超小型超軽量モバイルバッテリー、 4000mAh で重さがわずか 61g です。これ本当に軽い。ジャックはね USB それから C タイプマイクロと3つジャックがあります。でね充電はこのマイクロでもできるし USB-C でもできます。で放電の方というかね、こう充電するときはまあ一般的なこれですよね、これ使って、まあじゃあ例えばさっきのこのナイトコア行ってみましょうか。はい、充電できてますね、充電できてます。でさらにこの USB の C もここでこう入れます。でさっきのこのドゥーキープ入れてみましょう。でこの小型の小ささでこれね2個同時にもう充電できちゃうんですよね。これ便利だと思いますね、とっても。本当にね小さくて軽くて、ちょっとねカバンの中に入れておくとか、大型のモバイルバッテリーは持ってるんだけど、ほんのちょっとねちょっとだけこう充電したいなっていう時にわざわざ大きいの持ってくるの大変じゃないですか。そうするとこのね60ぐらいの重さでこの薄型のねこのタイプでね、これ非常にね便利ですよね。まあ、61g っていうと本当にね軽いですよね。 SLUB というね Amazon で買いました、このタイプで。お値段もね2000円切ってましたね。だから仕事なんか行くときとかね、出かけるときにちょっとスマホとか不安だよねっていうときはね、こういうの一つ入れとくと完全な電池切れっていうのを防げるんで非常に便利です。はい、ということでね、今回ね最近 Amazon で買ったこういった電子デバイス系のものをご紹介しました。今までのね F 社のものと違って相当パワフルに使えるってことでね、このエアロ55、これはねかなりおすすめできるエアポンプだと思います。でやっぱりねこのナイトコア、これもね軽量で非常に明るい、ここね照明使ったとしても波々がね出ませんでしょ。撮影される方にはおすすめできるライトだと思います。ティキ、これもね
非常に明るい。でかつ USB の C の方にね充電が変わったので統一しやすいです。で同じく DoKeep、 これもアップデートで USB-C にジャックが全部変更になりましたので、今ここにあるもん全部 USB-C でまとめて充電できることになりました。 C のコードをね持っていけば OK ってことです。そして最後にご紹介したこのね SLUB、 このね非常に軽い 61g のモバイルバッテリー、これも全てジャック揃ってるんで、まあ対応は懐は深いってことですね。いろんなものが使えますと。今回のは軽いし、どれも USB-C で充電できるっていうこと、そして撮影向きのライトたち、それからポンプっていうことで、ね、ご紹介しました。これね、値段もそんな高くないんでね、もう絶対的におすすめです。ということでね、今回は最近 Amazon で買った電子デバイス系おすすめをご紹介しました。このチャンネルではね、こういった電子デバイス、それからアウトドアギアを購入して、実際ね山に持って行ってそこでね試してインプレッションを皆さんにご紹介しております。よろしければねチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。